ソフトスパゲッティ式麺は日本で学校給食向きに開発された麺である。通称はスパうどんまたはソフト麺。ソフトスパゲッティ式麺はうどんのようにも見えるがうどんとは原料や製法が異なっている。一般的にうどんには中力粉や薄力粉が用いられる。これに対してソフトスパゲッティ式麺の原料は強力粉である。ソフトスパゲッティ式麺は 学校給食向きに開発されたもので、学校給食用のソフトスパゲッティ式麺には、原料として、学校給食用強力粉が用いられている。この学校給食用強力粉は、学校給食用小麦粉品質規格規定に基づいて、強力粉にビタミン B1 やビタミン B2 を栄養素として添加して強化したものである。ソフトスパゲッティ式麺は強力粉に食塩水を加えて、 コンツクネして麺にした上で一度蒸して、表面を固化させた上で茹でることにより製造している。そのため、うどんやそうめんに比べ伸びづらく消化が良い。また、表面が固化し、かつ、中が柔らかいためスパゲッティ用途に、モードン用途にも適する。1960年代、当時パンのみであった、学校給食の主食を増やすために開発され、東京都が、 学校給食に採用をしてから各地で採用されていった。それゆえ、関東地方や東海地方と中国地方の一部ではよく知られている一方、東北、関西、四国、九州、北海道、北陸、甲信越の各地方ではほとんど知られていないことがある。他の主食と同様に、自公給食の場合でも調理されて蒸し上がったものが業者から納入される。 当時は美味しくないことで不評であった、給食用パンに端を発する給食嫌いが進行していたが、アメリカ産小麦の輸入と消費を維持するという大前提から、米飯は導入されなかった。1970年代後半から、米飯給食の見直しが進められ、現在では、米飯給食の普及や他の麺の登場により、ソフトスパゲッティ式麺には、 学校給食として王子の勢いはないが、懐かしさからまた食べたいと望む声が多いため、コンビニ弁当や通信販売等で入手することができる。思い出の給食アンケートを取ると、関東地方では常に上位に位置するメニューでもある。出荷の際に40分ほどの時間をかけて90度の蒸気殺菌を行うため、他の麺に比べて調理に手間がかかるため業者からは敬遠されてきた。 そのため、学校給食での混てからは姿を消しつつある。東京都では2015年に、学校給食会において、企画外とされ、定番メニューからはすでに外れている。ビニール袋に個別包装されたものを、各自が袋からだしソースに絡めて食べる。二つか四つに分けることが多い。汁気がなくても美味しく食べられるためミートソースや中華、あんなど、 粘土のあるソースを合わせる場合が多いが、カレーシチューやケンチン汁など汁物で食べることもある。また、味噌料理の盛んな愛知県などでは、味噌ベースのソースで食すこともある。ありがとうございます。